あのね、今回の動画なんですけど、今回はですね、まあ、今回もスパークリングサイダーを使った検証動画なんですけど、今のところで3日連続、3日連続スパークリングサイダーを使った検証動画を上げてるんですけど、まあ、本日もスパークリングサイダーなんですけど、てかさ、これ思ったんですけど、これめちゃくちゃ危ないよね。スパークリングサイダーを持ちながら体操ってめっちゃ危ないよ、これ。この辺もだから、危ない、ちょっとヒヤヒヤするわ、見ててヒヤヒヤするわ、うわ、見ててヒヤヒヤする、うわ、危ない。2日前ぐらい、一昨日ぐらいにですね、たぬきショッピングにもうすぐ大晦日ってことで、スパークリングサイダーっていうのが登場したんですけど、これはツタンカーメンをつけて転んだらどうなるのかって検証動画を上げて、昨日は住民にあげた飲む説って動画を上げたんですけど、今日はまとめてね、一日一回なんか地面が光ってるじゃないですか。あったなくて、今なくてびっくりしてたけど、あったこれ。この光ってる地面あると思うんですけど、これを掘り出すとね、まあお金が出てくるんですよ、センベル。で、そこにまたセンベルを埋め出すと金のなる木っていうのができるんですけど、ここのね、光ってる地面にスパークリングサイダーを埋めます。はい、飲み物を地面に埋めるっていうことでね、結構バカなことをしてるんですけど、スパークリングサイダー埋めれるよね、地面に。ちょっと。あ、埋めれる？あー、あるわ。ここに、地面に、スパークリングサイダーっていう飲み物を埋めます。そして、一週間ぐらいしたら、スパークリングの木みたいなのができてんじゃないかなとか思ったりして。だって金入れたら金をなる木ができるじゃん。ってことは、ここに、スパークリングサイダーで、スパークリングサイダーの木ができてるはずなんですよ。ってことで、ちょっと、早速掘り出しましょうか。さあ、びっくりじゃないわ。おか、ベルが出てきました。あ、今めちゃくちゃ光ってます。めちゃくちゃ光ってますね、ここ。ここにスパークリングサイダーを入れて、ここにスパークリングサイダーを入れるってなかなか結構バカなことしてるけどね。ってことで早速入れますか。こちらのスパークリングサイダー。ちなみにこれはね、飲めません。はい。乾杯ってやるだけです。おらーよいしょー幸いないですね。スパークリングサイダーが埋まってます。はい。で、これスパークリングサイダー重ねてどうなんの？普通にスパークリングサイダーが飾るだけね。さあ、これで一週間経ったらもうすごいのできてんだろうな。楽しみすぎんな、普通に。せっかくだからちょっと蜂と一緒に乾杯したいな。蜂と一緒にスパークリングサイダーで乾杯したい。よし、じゃあちょっと蜂、乾杯！ちょっと乾杯しようよ、一緒に。一週間ずらせば多分ね、できてるんで、普通に。うわ、やべえ。日付ずらしすぎてなんかハロウィンになっちゃってる、新生さん。さあ、ということで一週間経ったから多分掘り出した。もうとんでもない、とんでもないスパークリングができてるはず。あー、ありました、ありました。じゃあ、でもこれ掘り出したらもうなんだろう。虹色のスパークリングとか出てくると思うんで、多分。もう早速掘り出しましょう。長くなってもあれなんで。せーの。よいしょ！まだこれだけじゃまだわかんないんで、これだけじゃまだわかんないんで、あれちょっと待って、ちょっと待って、助けて、どれ待って、さっきのスパーどれ、掘り出したスパークリングどれ、ちょっと待って、わかんなくなった。待って今のスパークリングサイダーどれだ、待って、わかんないぞ。これだけじゃちょっと待って、わかんなくなっちゃったね、わかんなくなっちゃった。いや、でもわかるか、多分持ったら多分色がおかしいと思うから、多分ね、金色のスパークリングとかになってるから、これじゃないね、これ、これじゃない、じゃあこれだ、じゃあこれだ、これだ、これだ、じゃあ行きます、せーの。え、なんか、なんも変化ないの？え、嘘、あ、え、なんで、え、なんで、ちょっとなんで、え、いや結構なんで、いやかなりなんで、え、なんで、金入れたら金のなる木とかできるのに、スパークリングサイダー埋めてもなんも起きないですかね、これ。おかしくない？